い、皆様こんばんは。4月の15日午後8時36分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日第2部の配信をさせていただきたいと思いますけれども、今日はですね、いいですか皆さん、まずビットコイン、そしてイーサリアム、あとは IOST ですね、はい、そしてアーベ、こちらを扱っていきます。そしてあとリップル、そして久々扱います、次ネムでございますね、ネムちゃんでございます。はい、そしてこちらも久々でしょうか、ステラ、はい、ステラ、そして最後を締めくくるのはウィンクのウィン、ちょっとね動きが出てきそうでございますよ、行ってみたいと思います。8通貨ですね。そしていいですか、今日の、重要ニュースなんですけれども、イーサリアムのね、ベルリン、ロンドンのね話がちょっとまた上がっておりますので、まだベルリンの実装は行われておりません。こちら話が上がっておりますので、そちらをお伝えして、皆様を楽しませていこうかなと思っておりますので、ぜひとも最後までご視聴なさってみてください。はい、それではまず行ってみたいと思います。ビットコインちゃんでございますね。ビットコインなんですけれども、ただいまの価格がですね、62,200ドル付近、日本円でいうと678万円か9万円、ここら辺あたりですかね、を推移しているような形になっております。うん、でもう見ていただいたら分かります、もう何が言いたいのか、またこのおっさん始まるぞと、そういうことでございます。サポートラインですね、こちらの短期のサポートラインでパン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 とね、やっぱりこうもうバッチリと、バッチリと仕上がりまくっております。ですけどいいですか、ちょっとやっぱりこれね注意しましょうと、まあ今日ねおそらく午前中言ったと思うんですよ、ちょっと下がりそうですよねみたいな調整入り、ここら辺で言ってましたもんね。うん、MACD 線ですよ、これがデッドクロスを起こしかけていますので、ちょっと下落には注意してくださいって言っていたのが、ちょっと1時間足戻してみますね、すいませんね、1時間足落とし込んでみますけれども、はい、こちらでございます。今日のね午前中あたりですか、ですから、うーん、そうですね、ここら辺付近ですかね、そうですね、ここら辺付近で言っていたと思います。ですからサポートライン上ぐらいまでね、こう落ちてくる可能性があるよと申し上げておったんですけれども、やっぱりこうちょっと落ちてきたと、グーッとね、バリッと。で今ねこのライン上で、とにかくこのサポートライン上で、ここはいつぐらいからでしょうか、4月のね8日あたりから続いているサポートなんですけれども、ここでうまくサポートされなければ、なければでございますよ、いいですか、この青いライン上までガリッとね、やっぱりガリッと調整が、ちょっとまあこの高値からいくとどれぐらいでしょうか、6万ね、ちょっと点数でいきますね、6万、5000ドル付近から、そうですね、6万ドル付近ですので、だいたい5000ドル幅、日本円でいうと60万円から70万円ぐらいのね、ちょっとこう調整が入る可能性が今後ありますので、そこだけはちょっとやっぱり注意しておきましょうと。うん、やっぱりねここまで価格帯が高くなってくると、1万ドルレベルのね大幅下落っていうのは、まあ大幅調整ですね、言っちゃうと、うん、当然起こりうる可能性がありますので、とにかくビットマン TV 聞かれてる方はね、あまり、まあとにかく上昇は嬉しいんですけれども、そういったね、調整があるっていうのもとにかく頭に入れておくのは、よろしいかと思いますよとね。ここ落ちてくると青のライン、青ラインを割れてしまうと、やっぱりねこのね上昇チャンネルの下限値までもう一度タッチしてくるような状態になりますので、そうなるとやっぱりこうね、ちょっと弱含みな展開が始まってきちゃうかもなーというね、ちょっとこう嫌な雰囲気が流れるかもです。うん、やっぱり、日足レベルで言うと、短期のね移動平均線と、こちらでございます、中期の移動平均線がちょっと割れてしまうような形になりますので、ここまで行くともうかなりギリギリの攻防がね待ち受けているのかなと。うん、で今2日連続でちょっと陰線をつけておりますので、なんとか今日の夜中、まあ、もしくはね明日の朝あたりぐらいまでにはアメリカ時間ですよね、うん、買っていただいて、このサポートライン上でアメリカのね USA の方々に買っていただいて、始まった後ね、申し訳ございませんね、買っていただいて、ちょっと値段を金額を上げていって、やっぱりこのね抽選ラインの6万7000ドル付近でしょうか、うん、ここら辺付近をね狙うフェーズ、狙う形でね行ってもらいたいなということでございます。はい、申し訳ございません、次行ってみたいと思いますよ。あ、日足レベルでいくと、MACD 線はね、まだ右、上がりで継続しておりますので、上昇相場、日足レベルでいうと、まだ継続中だよという形が、これはまだ示唆されておりますので、うん、アメリカ人のね、方々、まあ、海外の方々にね、ぜひとも買っていただきたいということでございます。はい、次行ってみたいと思います。イーサリアムでございますね。イーサリアムなんですけれども、やっぱりね、これね、いいですか、皆さん。うん、ベルリンですよ、ベルリン。ベルリン実装とね、7月のロンドンに向けての、まあ、話、ハードフォーク、あとはイーサリアム 2.0、ここの話題がね、やっぱりめちゃくちゃでかくなりますから、もうね、とにかく7月まではもう激アツ中の激アツ中通貨でしょと、今ね、口が空回りしちゃいました。申し訳ございません。はい。で、とにかく今の金額が2430ドル付近、うん、日本円で26万3000、どれですか、26万と6000円ぐらいでしょうかね、を推移しているような形になっておりますよと。うん、やっぱりニュースでもね、海外のニュースでも取り上げられていたんですけれども、うん、やっぱりイーサリアムが、かなりね調子がいい、ということで、やっぱりこの仮想通貨業界をね今牽引している形にはなっているのかなということで、はい、価格帯もそうなんですけれども、やっぱりもうとにかく言えることは、うん、上限値やっぱりそうですね、ヒゲつけてちょっと戻ってきましたね、クッとね、まあこれ1日足レベルですね、すいません、4時間足に落とし込みます。はい、もう最高の形でございますよ皆様、もう分かりますよね、私のテンションがちょっとバカ上がりそうなところが、まずですね、いいですか、MACD 線はもう最高、はい、もう右上がりです、もうこれ以上の上がり方はない
ないでしょうと。うん、で、あともう一つ、うん、やっぱりね、短期の移動平均線がこうバチバチとサポートとして効いておりますので、ぐんぐん上がっていってほしい。もうここもね、見ていただいたら分かります。サポートとして効いております。ですから、こうね、支えられて上をゴンと狙っていくのかなと。ちょっとミクロでもう一回、さらに1時間足で見てみましょうと。うん、1時間足レベルで言うと、短期は割れているんですけれども、次はね、第2防衛ライン的な形でいきましょうか。中期のね、移動平均線が支えとなって、またこれ上をゴンと狙っていけるような形にはなっていくのかなと。うん、まあ一応ね、この状態に来ると、サポートラインは一旦は引いておきましょうか。申し訳ございませんね。はい、ここら辺を起点として引いておきましょうと。ヒゲマイで加味するとこうでしょうかね。うん、ですから最悪ね、割れてしまうと、このサポートライン上、つまりドルベースで言うとですね、いきますよ。うん、2350ドル付近ですから、今から100ドルマイナス、どうする ?15000 円ぐらいですか、までのね、下落、25万円台ぐらいまでの下落はちょっと想定しておいてもいいのかなという形がしておりますので、そこまでね、落ちてきたら、まあ、かなりね、長短期の話になるんですけれども、ちょっとだけ上を狙えるのかなと。うん、ですけれども、そこのね、FX 短期トレードで仕掛けるよりも、やっぱりね、この上を抜けた後、うん、ちょっともう一回ちょっと縮小しますよ。うん、このね、長期で、聞いておりました、こちらでございますね、上昇チャンネルの上限値ですよ。ここをきちんとね、上抜けした後に、やっぱり逆に言うとロングインで入っていただく方が、形としては理想になるのかな。もう一段高いところでのね、これ何遍も言っておりますけれども、価格帯でのチャートが形成されていくでしょうということで、うん、あのイーサリアムに関してはね、ちょっとあと2、3日ぐらい我慢して、後であのお伝えしますニュースで、うん、ちょっと見ていきましょうかということでございますね。ちょっとごめんなさいね。はい。はい、で次ですね、はい、IOST ちゃん、はい、皆様、私も含めて大好きなアルトコインのお時間でございますということで、 IOST なんですけれども、早速いきますよ。ちょっと注意しましょう。下落に注意です。うん、このね、中線、ごめんなさい、中期の移動平均線あたりぐらいまでちょっとこう落ちてくる可能性があります。これはもうね、下のMACD線を見ていただきます。やっぱりデッドクロスをね、ちょっと起こしかけている。これがもうちょっと下がってきちゃうと、完全に、MACD 線がデッドクロスを起こして、青い線がね、トレンド線を上から下にバリッと突き破って、ちょっと下落が、始まっていくよという示唆になりますので、そこは注意しておきましょうか。ですから、ワンチャンですね、ここ、うん、この黄色いラインがもうちょっとしたらこうググッとまた上がってくると思うんですよ。うん、そうすると、うん、どうですかね、まあ上昇の起点、まあここら辺でしょうか、半値も、ここからね、上昇の半値戻しぐらい、うん、ですからここら辺付近でしょうか、うん、0.07ドルから 0.068 ドル、ここら辺付近ですね。で一旦支えられるのか、半値戻しぐらいでの支えが入るのかどうかというのが、とにかく着目ポイントでしょうと。うん、ですから今ね、中期の移動平均線が上がってくるの待ちみたいな形になっております。ですからもうちょっとこの付近で耐えてほしいというのは希望的観測でございます。ここら辺付近で耐えてくれると、ぐぐぐっと上がっていってね、逆にこの中期の移動平均線がサポートとなって、ぐんともう一段、わかりますね、この重要な 0.08 ドル、やっぱりここが結構ね、意識されていましたね。うん、ですからこの相場にね、入ってらっしゃる方、 IOST もそうですけど、結構やっぱり昔から入ってらっしゃる方も多いのかなと思いますので、うん、で、まあ私のね、これもう友人も言ってましたけれども、もうあの今の状態で切り離すことはないと。うん、やっぱり最高値超えて、さらに上昇をね、狙っていくフェーズが必ず今年はまあ訪れるでしょうということで、今からほら NFT のマーケットプレイスとか、うん、ああいったところの話題もね、当然上がってくるような形になりますので、まあ期待感を持ってね、ちょっと持っていただくのがいいのかなと。ですから少々の下げでは、うん、あまりこう売り買いはするのはあまりよろしくないのかなと、ベストではないのかなという形はしております。やっぱりね、これね、ポテンシャル高いですよ。うん、どうです、去年の今頃だったら 0.6 円とかそこら辺だったと思うんですよね、多分ね。そこずっともう半年以上もずっともじもじしていて、今やっと、ごめんなさい、価格言いますね、日本円で8円ぐらいですよね。ですから、1年間で約11、2倍ぐらい取れてるような状態です。で、ここからまだフェーズ的には、うん、まあこれ何遍も言ってますよね、まあ眠とね、同じような道をたどっていく可能性もありますので、本当に最高値を超えると真空状態、とにかく最高値というよりもね、意識されるべきラインは 0.13 ドルぐらいが意識されますので、ここは注意しておきましょう。この上の 0.15 ドル、ここがヒゲまで含めた最高値になりますので、だいたい円ベースで言うと18円とか17円とかね、ここら辺を超えると、もう真の宇宙空間へ突入ということでございますよ。皆様もすごい爆上げがね、待っている可能性がございますので、ここはやっぱりね、ちょっと楽しみながら、うん、結構握りっぺでね、持っていただくのがいいのかなと。うん、まだね、実際ほら1枚あたり8円ぐらいじゃないですか。うん、ですからどうです、例えばね、1万円ぐらいあったら、どうですかね、1000枚、1000ちょっと、1200、300枚ぐらい買えるのかなということでございますので、ちょっとずつね、まあ、1万円だったら、例えばね、他の部分で FX で勝負ちょっとかけていただいて、利確をして、ちょっと1、2万円分ぐらいね、こういった IOST とか今後期待がありそうなね、ものにこう現物として、回していただくと。そして何遍も言いますよ、何遍も言いますよ。雪だるも徐々にです。大きくしていくんでございます。はい。ワクチンも接種されておりますよ、皆さん。いいですか?オリンピックも開催されるでしょう。うん。ということは、海外旅行もね、もうそろそろ解禁されるかもしれませんので、今年いっぱいぐらいの、うん、期待感を持ちながら、握りっぺしていただくのがいいのではないでしょうか。はーい、次行ってみたいと思います。はい、次なんですけれども、アーベ行ってみましょう。アーベでございますね。うん、こちらもね、私が、
今年やっぱり期待の通貨として、上げております通貨でございます、アーベですね。はい、コンプと同様に、上げておりました。アーベの方、コンプ、あ、もう皆さん見てください、ちょっとコンプチラッと見てます。はい、コンパウンド結構上げましたね。ですけど、オレンジのラインをねちょっとこう突破しないといけないという状態になっております。今日はちょっとアーベもう一度行ってみましょうか。うん、これなんでこっちを扱うのか、重要ラインをね突破したんですよ。めちゃめちゃいいところで、で私が申し訳ございませんね、またこうこいつ強調しやがってと、お前さみたいなね、こう1000人超えてマジでガチで調子乗ってんじゃねえのか、申し訳ございません。おそらくちょっとだけ乗りかけております、調子は乗っておりません。何に乗っているんでしょう。なんかね嬉しさの波に乗っているというね。ですからペラ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 ね、あのより一層昔よりも口が回るんでございますよ。皆様よろしくお願いいたします。はい、で私がいいですか、放送したのが4月の11日あたりでした。おそらく360ドルとかそこら辺をつけていたところですかね。そうですね、上を見てください。はい、高値というところがありますね。こちら368ドル、ここら辺付近で、おそらく放送したと思います。うん、4月の11日日曜日の午後5時ぐらいでしたよね。ですからそこから考えると皆様来ましたよ、1枚あたり100ドルも、1万2、3000円の利益が取れてるんじゃないでしょうか。私が行った時にね、入っていただいた方であれば取れてたのかな、という形がしておりますよ。うん、そしてね、今、ちょうど、いいです、三角持ち合いをね、これ、上抜けした状態になっております。三角持ち合いを、上抜けした。うん、こちらですね、いいですか、広い範囲で、広い範囲で見ると、一回、こうね、こういう形ですよ。こう抜けたんですけど、ちょっと押されて、で、サポート転換していって、こちらですね、次は。うん、まあこれ、こういう風にも考えられますよね。逆三尊のいわゆるこのネックラインとしても考えられますし、OK です。この中でのいわゆる逆三尊的なね、あ、間違えてます。こちらですね、三角持ち合い的な形でも見て取れますしということで、うん、2つのね、ものを、まあ、いわゆる突破しているという状態です。OK です。もう一回言いますよ。こちらの三角持ち合いも突破、このね、逆三尊も突破。ということは、このネックライン上がかなり意識されてるんではないのかなということで、ちょっと注目してみましょう。そうですね、やっぱりね。はい、抜けて、あ、申し訳ございませんね。うん、抜けてちょっともじ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 していると、ちょっと押され気味だったんですけれども、ちょっとアップしますよ。サポート転換を行いまして、上にねぐんと上がってきたと。ちょっと1時間足レベルでも見てみましょう。はい、あ、そういう形ですね。やっぱりね、このラインっていうのが、やはり、逆三尊のネックラインとして意識されておって、サポート転換をして今上に向かっていってる。なんで上に向かっていってるのかは、これはもう明白ですね。はい、短期の移動平均線がこのラインをね、ちょうど時間軸的に上抜けをしてきたので、支えられながら上にぐんぐんって上がっていってる状態でございますよ。よろしいですか。うん、で今回のフェーズではやっぱりね、あまり欲張らずに、うん、最高値付近をね、ちょっとこうある程度意識しながら利確していくのがいいのかなという形です。まあその前のね、500ドル付近でしょうか。うん、ここがね、いわゆるこちらですよ。ちょっと矢印もこっち移動させますね。なんで500ドルちょっと意識した方がいいのかというね、ここです。はい、三尊をねこれ形成して破れて、まあ下に落ちてきたという形になっておりますので、ここの天井らへん、まあ、いわゆるこのライン上というのは結構多分意識されるでしょう。ここ点線で入れますよ、もしくはここら辺ですよ。ですからちょっとその下のね、こっちの方ですね、右ショルダーの、うん、右肩の方の500ドル付近ですか、こちらをちょっと意識してね、利確していくのがいいのかなと。うん、ですから今からね、だいたい50ドル幅、うん、日本円で言うと6000円ぐらいでしょうか、1枚あたりね。そこら辺を目標に、利確をしていくのが、もしね入られた方であればいいのかなという形がしております。はい、次行ってみたいと思います。はい、次ですね、リップルちゃん行ってみましょう。リッポーでございますね、リッポーちゃんでございます。はい、パイナッポーでございますね、よろしくお願いいたします。はい、リップルなんですけれども、こちらはね結構話がはあの早いでございますよ。何か、うん、まずね、マックD線見ていきましょうか。うん、ちょっとねこうね、デッドクロスを起こして、もしかしたらこう下落に入るかもなというところなんですけれども、 OK です。うん、こちらのねサポートライン、ちょっとラインをいろいろ消させていただきました。うん、ごちゃごちゃしすぎる、まあまだちょっとごちゃごちゃしているんですけれども、ちょっとここもね消していっていいのかなと思う。まあここは下支えのラインなんです。こっちの赤いラインはね消していいでしょう。うん、でこの下支えのラインもまあこっちですね、上の方ですかね、こっちは消していきましょうかね。あまりごちゃごちゃすぎると、もうこれは、三角持ち上抜けしたのでいいでしょう、消して。はい、これぐらいシンプルでいきましょう。うん、で、とにかく今ね階段上でぐん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 上がっていってると。うん、でこういう形ですね、エリオット波動的に言うと 1,2,3,4,5 波目終了という形で見て取れるのかなと。ですからエリオット波動がもしね意識されているのであれば、 ABC の大きなね調整がちょっと起こる可能性があります。そういう意味合いでのこのねマックD線のデッドクロスとも見ていけるんですけれども、今ねちょうどこのサポートライン上に差し掛かっておりますので、うん、このエリオット波動が意識されていないのであれば、ここを境目としてもう一段上のグンとね、持っていけるのかなと。うん、で今日のね、あの私的にはこれはもうちょっと握りっぺでいきますね、リップルに関しては。やっぱり SEC とのね裁判の問題、うん、ここがやっぱりこう今日朝ニュースでお伝えしたんですけれども、もし見ていらっしゃらない方はね、ニュースだけでも見ていただければ、まだ時間は全然経っておりませんので、参考になると思いますので、ぜひ見ていただければ。SEC のね委員長の方が変わりましたよね。まあ変わると承認されましたと。でこの方がね、とにかく MIT
マサチューセッツ工科大学の、元まあ教授なんでしょうか、うん、ブロックチェーンのね、技術をまあ講義していたと、うん、いう形で、そういった理解のある方が今回 SEC のね委員長に就任しようとしているんですよ、うん、ですからおそらくやっぱりこう7月年中あたりぐらいまでにはね、まあ本当に早々長期解決、あ、早々解決ですね、すいません、はい、こちらがね行われる可能性が、うん、やっぱりありますし、うん、あとはそこが行われると、要するに解決が行われると、うん、やっぱりね皆さん期待のリリースと、うん、まあ再上場ですね、コインベースであるとか、あとはバイナンス US であるとか、こういったところへの再上場がね、まあ見込めて価格上昇が起こってくるのではないのかなと思いますので、やっぱり私であればもうこれね、まあ割れても握っていくかなと、うん、もし買われるのであればいいですか、まあここのサポートライン上から一回持ちこたえてね、上にぐんと上がってくる可能性もありますので、一回もし持たれてらっしゃらない方であれば分割エントリーの場所として、考えておいて申し訳ありません、はい、でもし落ちてきた場合はこの 1.22 ドルあたりでまた分割エントリー、いいですか、上で握る場合はとにかく薄めですよ、薄め1対2対3とかね、こういった形の割合で下でどんどん玉集めしていきましょう。そうすれば取得単価がね、ぐぐぐぐっと下がっていきますので、上昇が行われた時にねいい利幅が取れるような形になりますので、 OK ですか、うん、そういった形で戦略を練っていくのが、いいのかなという形がしております。はい、次行ってみましょう、うん、次はですね、ネムちゃん行ってみましょうか、久々に。はい、こちらもね結構ね、あの久々に扱うんですけれども、結構話は簡単であると、うん、何か、まずね見ていただいたらわかりますかね、こちらまあまあ私がね黒いラインを引いているのでわかると思いますけれども、まずねそもそもこのネムちゃんなんですけど 0.43 ドル付近、このオレンジのラインがすごく重要なラインだったんですよ、うん、ずっとねこの青いラインとオレンジのラインの間で、基本的にはレンジ相場を作っているような形で、あの形でね、こう仕上がっておりました、うん、こういった形で OK です。下落した後のこう、ここでですよね、あのシンボルの、スクショ日が行われてガリッと下がってきてレンジを作っていたと。で徐々にね安値をぐーっと切り上げていってからのこのレンジの上抜けをしたんですけれども、まあ押されて、帰ってきてしまったということで、うん、今ね、チャート形状的にどういった形で、意識されているのか、うん、これはねもうね明らかにわかりますかね、三角ね持ち合いを形成しているような形になっております。三角持ち合いでございますね。よろしいですか、ちょっともう一回見てみましょうか、うん、で、とにかく今ねやってほしいことはこの三角持ち合いのねこの上限値をとにかくブレイクしてくれと、ブレイクしていくとやっぱりこのね直近の高値、ここはね 0. どれぐらいでしょうか、申し訳ございませんね 0.48 ドルぐらいですから、まあここもね、勢いで抜けて、スナーショビスクショビがね、行われたところぐらいまで、まあ、つまり 0.6 ドルぐらいまででしょうか、持ち上がってくるようなここ付近ですね形になっていくのかなという形が、こういうね、シナリオが想定されますので、うん、今ね、まあ、持たれてない方はとにかくいいですか、ここのOK です、三角持ち合いの上限値、ちょっともうちょっとアップしましょうかね。上限値を上抜けした、ところでロングインして、いくのがベストでしょうと。うん、あの FX であっても短期トレードであってもね、いくのがね、いいのかなと。で、下のMACD線見ていただいても、これがね、ゴールデンクロスをちょっと起こしかけておりますので、上昇がね、狙える形になっていくのかなということ、ことでございますね。すいませんね。口がぐちゃぐちゃってなってしまいました。はい。そうですね。まあ、MACD線も結構右上がりにこう仕上がってきておりますので、そろそろ時間軸的に資金が流れてね、上を目指していってもいいのかなと。下割れすると、どうなるか、まあ下割れをするとですね、いいですか、このやっぱりこちら青いラインですね、うん、0.32 ドルめがけてちょっと下落してくる可能性がありますので、そこだけは注意しておきましょうかと。とにかく今ネムに関しては三角持ち合いを作って、上抜けすればロングイン、下割れしたらとにかく青いラインでの玉集め推奨をいたしますよということで、よろしくお願いします。あ、長期保有目的でしたらですよ、うん、短期とかね FX であれば、まあまあ上抜けした後の三角持ち合い上抜けで入るのがねいいのかなと。やっぱりまたレンジ相場をね作る可能性があるでしょ、うん、そういった形で見ていくのがベストかなということでございます。はい、次行ってみたいと思います。ステラでございますね。はい、やっぱりね立法の立法の兄弟分でパイナッポーの兄弟分でございますので、こちらはねやっぱり注目していくのがいいのかなと、うん、でリップルのね上げに反応しながら、まあ、同じような形状を作っておりますよ、階段上でねポンポンポンと。でこれね、まあ、安値がぐーっとこうサポートラインこう結びました、そして高値こう結んでいくと、うん、上昇ウェッジをね作っているような形になってますね。わかります、こういう風に上昇を作っているんですけど徐々にこう狭まってきていると。で上昇ウェッジ定石はですね、基本的にこう下割れすると結構強めのね下落が起こる時が多いんですよ。逆に上抜けすると、強い上昇が待ってる可能性があります。ですから、まあ何ですかね、上昇トレンドを下割れするよりもちょっと強めのね下落がバリッと起こる可能性がありますので、そこは注意しておきましょうかと。うん、よろしいですか。でもしねここわかります、ここね、三尊形成を意識されていてもうちょっと下がってきてねネックライン的なものをこう引けると思うんですよ。こういう形でちょっとここ引いてみましょうか。うん、そこを下割れするとちょっと強めのね下落がここの天井とこっちをちょっと結んでみましょうか。こういった形でいきましょうかね。でもしね割れちゃうじゃないですか、上昇ウェッジを割れてしまいましたと、うん、ごめんなさいね割れてしまいましたってなると三尊形成からの
ここネックラインで、レジサポ転換してますから、これレジサポ転換線にもなっておりますし、三尊形成からのネックライン割れとしてガリッとね落ちてくる可能性があります。ですから 0.43 ドルぐらいまでねバンバンと突き破って落ちてくるちょっと可能性がね、少なからずあるのかなと。ですけどここのもじもじ期間ですよね、ここで一旦支えられることはあるでしょうね。 0.5 ドルぐらいでしょうか。うん、ですから、今から割れると金額的に言うとね、だいたい13、4円ぐらいの下落がもしかしたら待ち受けて、来るかもしれません。逆に上昇に入るんであればここねちょっと狭まるかもしれないんですけど、ここの上昇ウェッジの上限ラインレジスタンスをねタッチしながらの、上抜けをするのか、また戻ってここの中でウェッジを作ってズンと行くのかっていう形が、まあ、見受けられるでしょうということで、ステラもね全然売り時ではございませんよ。うん、もうとにかくこちらに関してはロングインするのであれば今これ、サポートラインに差し掛かっておりますので、リップルと同じようにロングインしていただいて上昇狙っていってもいいのかなと。割れたら、逃げ、もしくはここのね黒い、今私が引きましたこの黒いラインでございますよ。うん、ここの 0.どれですか56ドル、うん、ですから今からね、7、8円ぐらい落ちてきたら、もう損切りとして、もしくはねこれねここまで落ちてきてもここのねレジサポ転換線になってますので、支えられてもう一回上を狙っていくっていう可能性もあるんですよ。ですから今ここで FX とか短期をね、もし持たれる方であれば、ここのネックライン、もしくはまあまあそうですね、このライン黒いライン 0.56 ドルを割れたら、まあ逃げていただくっていう形でもまあいいのかなという要素はしております。うん、それよりもやっぱり上昇ウェッジを上抜けして入った方がね、ある程度確実性な上昇が取れるのかなとい う目測はしておりますよ。ということで、はい、チャート分析最後いってみたいと思います。ウィンクでございますね、ウィンクでございます。うん、ちょっと下にありますよ。はい、こちらでございますね。はい、ウィンなんですけれども、ただいまの価格がですね 0.0017 ドル、うん、こちらはまあ日本円でちょっと言えないんですけれども、こちら結構ねチャート分析的にすぐ済みますよ。何か来ましたね、ちょっといい形で上昇に入ってくるかもでございます。逆三尊形成からのネックラインを上抜けした状態でございます。ですからこのね抑えられていたレジスタンスラインを抜けたんですけど、やっぱりねこうちょっと弱含みが続きまして、まだ上値が重かったんでずるっと下がっていったんですけれども、うん、もしかしたらね今日の朝のトロン関係の話がありましたよね、あそこら辺でもしかしたら反応があったかもしれませんね。はい、 NFT マーケットのバイディですかね、ビディですかね、うん、そこと新しくほら NFT マーケットが開くところがそのビディかバイディかちょっとごめんなさい、うろ覚えなんですけど、提携を結んだということで、その中でねトロンとそのバイディというところがさらに提携を結んでいるということで、期待上げがね行われた可能性がありますよということで、今からもうポイントだけ言っておきます。うん、今から 0.002 ドルぐらいをね一旦の目標値として、半利確していくのがおすすめでございます。はい、ここを抜けるとですね、結構強い上昇が、まあ最高金付近を目指すようなね上昇が待っているのかなということで、今回のチャート分析ウィンに関してはサクサクといってみましょうということで、はい、申し訳ございません、重要ニュースいってみたいと思います。はい、重要ニュースなんですけれども、いきますよ。うん、まずですね、こちらでございます、イーサリアムに関するちょっと話が上がっておりました。うん、ベルリンのハードフォークが稼働して、超高額のいいですか、イーサリアムのガス料金を削減することを、ま、約束したということでございますね。OK ですか？ベルリンのハードフォーク。で、今ね、まだハードフォーク行われてないんですけれども、OK です。16日頃ですかね。これ、ブロック高での、いわゆる実行になりますので、16日頃に行われると。こちらのベルリンのハードフォークがですね。で、もう一回言いますよ。今、ガス代高いじゃないですか。これが削減されるということが約束されましたよと。うん、で、今回解決しないのとね、ちょっと簡単めに言いますね。イーサリアムの、いいですか？まず、まあ、上から下に流していきます。うん、ネットワークの需要はです、人々がプラットフォームを使用するのにつれて急増していますと。まあ、そりゃそうですよね。うん、どんどん、まあ、需要が増えていってると。で、たとえ、いいですか、ネットワークが、取引を早く処理する能力を欠いていたとしても、こちら、需要が増えていってますよと。で、その結果、どういう状態が起こっているのか。うん、イーサリアムのガス料金、つまり手数料ですよね。ここが、いわゆる2月にですね、最高値をつけましたというふうに、これ、ニュースとして上がっておりました。うん、で、今回のベルリンですよね。このベルリンはいわゆるイーサリアムの、ソフトウェアにね、変更を加える、OK ですね、ネットワークアップグレードに、なりますと。はい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 。そしていいですか、そのアップグレードには4つのイーサリアム改善提案が含まれていますと。今回のですからベルリンのねアップデートには4つの改善提案がありますよと。うん、でまず1つ目いきますよ。まあある程度私がねまとめております。1つ目は、一部のガスコストを、アルゴリズムで削減するという流れになっておりますよと。うん、はいはいはいと。で、まあまあちょっとのねガス料金が削減されるよということでございますね。で2つ目に関してはいいですか、2つ目、うん、人々が取引を組み合わせることができると。まあはいはい、まあまあまあ
OK です。うん。まあ、取引を組み合わせることができると。まあまあ、融合することができるよってことですが、ね、ちょっとまあ、話が難しいですかね、ここら辺は。うん。で、三つ目なんですけれども、いいですか？処理時間を短縮することができると。うん。ですから、取引の処理時間ですよね。で、逆にこれね、取引の時間を短縮するということは、実際にはこれ、ガス料金が上がっちゃう状態なんですよ。手数料が。うん。ですけれども、いいですか？四つ目、この改善点です。四つ目の、この改善点で、このね、ガス料金の上昇、つまり処理時間を短縮することによるガス料金の上昇を、いわゆる相殺させる。プラス、スマートコントラクトが、破られるリスクを4つ目では軽減、するような形の改善提案がされておりますよと。そのハードフォークが行われますよということでございます。OK ですね。うん、4つ目、4つですよね。うん。で、いいですか？ここからが重要でございます。まあ、今回のベルリンのハードフォークは、ふんそういうことなんだね、ということです。で、いきますよ。うん。そして、取引手数料の変動性を下げる、いわゆるガス料金の変動性を下げるね、イーサリアムのアップグレードは、OK です。次のハードフォークで予定されていますと。うん、つまりこれをね、EIP の1559というんですよ。OK です。で、この次のハードフォークというのが今私がずっと言っております、いわゆるロンドンのハードフォークということです。7月でございます。ですからこれが本命になるよと。OK です。本命です。うん、で、ここで、いわゆるガス代のね、いわゆる手数料の改善であるとか、あともう一つ、すごい重要なことがあります。価格に直結してくるんじゃないのかなと。ベースフィーの、ベースフィーですね。ベースフィーの焼却、つまり、バーンが行われるんですよ。うん。ガス代改善とバーンが行われるということで、とにかく次のロンドンが大本命だよと。OK です。で、ちょっと話戻しますけれども、このね、取引手数料の変動性、これどれぐらい動いているのか。うん。実はですね、もともと4ドルぐらいの話だったんです。ガス代っていうのが。うん。4ドル未満で、まあ、行われていたんですけれども、やっぱり昨今のですね、あのディファイ関係ですよ。うん。あちらの方の爆発的な、まあ、いわゆる流行、流れによってですね、上昇しまして、今年の実はね、2月の23日、うん。実はね、もともと4ドル未満だったものが、38ドルを超えちゃったと。それぐらいね、ものすごいちょっとガス料金が上昇してきたよということで、まあ、これやっぱり大問題になっているんですよ。OK です。うん。で、まあ、結果ね、最終的な話でいきますよ。うん。まあ、こちらにも書いてあるんですけれども、最終的には、イーサリアム 2.0 は、ガス料金のね、問題を、イーサリアム 2.0 の話です。もう最終的なやつです。はい。これは、ガス料金の問題を、ほぼ完全にね、解決するでしょうと。うん。まあ、だから、ロンドンで、はね、ガス料金の、まあ、改善されるんですけれども、完全解決は 2.0 で行くでしょうと。うん。で、OK です。イーサリアム 2.0 で、いわゆる利用されるチェーンはですね、まあ、ブロックチェーンはですね、混雑を取り除き、あとはね、ネットワークを高速化しますと。やば、みたいなね。まあ、だから、とにかくイーサリアムが、もうめちゃくちゃ高性能になってくるよということです。もう、開発人にとっては、ものすごく使いやすいものになってくるよということでございます。OK です。うん。そして、さらに、インフラ供給がね増えるにつれて、まあ増えてきますよね、うん、増えるにつれて料金は、まあ下がっていくでしょうと、いわゆるガス料金が、下がっていくでしょうということに、なっておりますよと。 OK です。ですから、とにかく今から話を、まあ、戻しますと、このねベルリンの実装、実際問題劇的なね改善というのは行われないんですけれども、とにかくイーサリアム 2.0 という最終地点に向けての、今考えられる最終地点ですよ、ここに向けてのとにかく始まりに今スタート地点に立ちましたよということでございますよ。 OK でございますか？ですから、とにかく、4月の16日頃、ブロック高での処理になりますので、16日頃で行われます。はい。そして、7月のロンドン。これが、結構本命になるのかなと。うん。ですからね、年、中、つまり6月、あ、ごめんなさい、7月ですね。7月に向けて、もう50ドル、あ、5000ドルですね、すいません。50ドルだったら安すぎますよね。うん。5000ドルをね、超えていくような流れが、出てきて、もしかしたらね、うん、1万ドル近くまでね、跳ね上がってくることがございますよ。ということで、こちら、イーサリアムのアップグレードに関するお話でした。はい。それでは、本日、第2部の配信を終わらさせていただきたいと思いますけれども、いいですか、皆様。いきますよ。チャンネル登録者の方がなんとですね、冷静にいきます。1470名でございました。ありがとうございます。皆様、このチャンネルをですね、配信したとき、このね、配信をしたときには1472、3名でしたかね。ちょっと上抜けをしていきましたよ、私。ロケッティが開始されるのではないのかなと、うん、イーサリアムのね、アップデートに伴いまして、わかりますよね。ビットマン TV 2.0 みたいな形で、どんどんこれ、始まりが進んでいっております。皆様、ありがとうございます。はい、今後ともですね、皆様の高評価であるとか、あとはね、バッドボタンでも構いません。はい、申し訳ございません。あとですね、やっぱり、ね、
YouTube のおすすめとか、うん、関連動画にね結構上がっておるらしいので、うん、やっぱりあのね、視聴者様の中では大体 30%40% ぐらいの方がですね、まだねチャンネル登録をしていただけておいないという状況でございます。ぜひともですね皆様よろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではですね本日は、皆様結構早めに配信いたしますので、お酒をね飲みながらちょっとゆっくりしながらね、こう楽しんでいただければなと思います。明日はもう皆さん花金でございますよ。もう週末来ますよ。もうまた楽しい週末がやってきます。私は何遍も言いますよ。明後日は、焼肉でバーベキューをしますので、皆様もねお天気良ければ、してみるのを検討してみてはいかがでしょうか。ということで、はい、こちらで第2部の配信を締めさせていただきたいと思います。それでは明日第1部の配信ね、また昼前ぐらいに、配信をきちんとさせていただきますので、ぜひとも、ご期待なさって楽しんで、お待ちになってみてください。あとですね、申し訳ございません、広告です。ありがとうございます皆様。温かいですね、こうちょっとこうね広告やっとついたやんみたいな形でこうコメントをねいただいたんでございます。本当に私幸せ者でございます。嬉しゅうございます。今後ともですね、ぜひともよろしくお願いいたします。申し訳ございません、ここら辺で締めさせていただきましょうか。ということで、本日終わらさせていただきます。はい、それではおやすみなさい。